はい、つまりでございます、タカです。9月のちょっと調査をしていこうかなと思うんですけれども、大雨ですわ普通の特に変化がない日が良かったんですけど、ちょうどここから1週間ぐらいずっと雨なんで、まあ状況変わりながらと思うんですけど、まあ昨日の夜にね結構雨降って、今日も雨がしっかり降ってるんで、まあ初日ですねこの変化の。なんでちょっとダメージ食らってる可能性はあるけど、まあちょっと夏のまだ魚とかもねいる可能性があるけど、それに加えてこのローライトの雨なんで多分散ってる可能性があるんで、まあその辺考慮しながらちょっとやっていこうと思います。とりあえずねこのインレット、はい、ちょこちょこね来てるんですけど、ちょっと魚影がねこの夏場から濃かったんで、ただこの雨でね若干離れてるかなと思うんですけど、まあちょっととりあえずやっていこうと思います。ルアーはウィップクローラー5インチの、ネコリグ、ちょっと重めのネコリグですね。あーやっぱりギルとかもねついてきたので、ね、前完全にそういうのが離れてる。あーでもギル当たりますね。インレット言うてもなんですけどね、まあ、水質は一時期茶色い系の濁りだったんですけど、そこから晴れた日が続いて再び透明度がアップしたかなっていう感じです。またこの濁りで溜めてね多分濁るとは思うんですけど、比較的視界は聞きやすそうかなと。なんでそんなルアーボリュームも大きくせず、シンカー 2.3g 入れてるんで、ね、結構重めです。なんで早めにボトムにね到着するんで、まあ、探りやすいかなと。もう全く当たりないですね。カエルはうやうやいますけど、ちょっと水温を測ってみるか。ああ 25.8、 もう適水温ですね。これはもうカバーとかうんぬんではない感じがしますけど、まあ、もう少しのポイントね、要所ではライトリグやっていこうと思うんで、ちょっとこの辺のストレッチも、まあ、可能性としてはあるけど、角まで行きますかね。うん、コバスの反応するんですからね。インレット止まってるな。止まってるんですけど、一応インレットがねあるところは地形変化とかなってるんで、送ってるなこれ。ほい、よし、ほい、よいしょ、はい、1本目40ないな、30ちょいぐらいですね。ほい、はい、1本目、ちっちゃい小バスです。角でしたね。結果度にはまあ入ってるけど、まあ、もうちょっと粘ってみるかな。縦護岸沿いとかね。はい、ありがとう、ナイス。結構送ったんですけど、送ってあの位置だったんで割とショートっすね。カルア辺狙ってみますか。もう少し、まあ散ると言ってもね、やっぱり一級というか餌を追い込みやすい場所は魚が入る可能性がね高いんで、そこは外せないですよね。はい、反応なしと。まあちょっと要所はまあ変わらず狙っていこうとは思いますけど、とりあえず巻いてみますかね。はい、バイブレーションいきましょう。火鍋でもいいかなと思ったんですけど、まあとりあえずついてるんで、はい、レベルバイビッグ、これでちょっと横に巻いていきましょう。帰りながら巻いていきますか。
この今、通してるところも岩がコロ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 入ってるんで、まあ、魚も全然ステイできそうというか、ある程度居心地はいいところだと思うんで、ワンチャンそういうところについてるやつを狙っていこうかなと思います。濁ってればクランクとかでもいいんですけどね、そんな濁ってないんで大丈夫でしょう。レベル5でもカウンターとかで多分うるさすぎるので、まあオリジナルでもいいんですけど、まあちょっとサイズアップも狙いたいってことで、対岸側ですね、このナチュラルバンク側、まあこうなだらかになってるんで、まあシャローではあるんですけど、まあその方がバイブレーションとかできそうですよね。まあとりあえずアウトレット流れてはないけど、地形の変化なんでね。インスポはウィップで、お、コバスは食ったけど、ちっちゃ。コバスは結構シャローにいるんですね。さ、インレット、これ流れてないのかな。まあ、でも打っていきましょう。流れ始めだと熱いんでね。地味に流れてますね。いやこれは厳しいかな。あ、流れてるのは流れてますね。微妙に。夏であればかなりいいと思うけど、やっぱり水温的にもね、25.8 向こうのインレットにね、そうだったんで、もう全く反応ないですね。いれば食うと思うんですけど。さて、じゃあ巻きますか。さて、ちょっと巻いてきたんですけれども、あのこっちのナチュラルバンクを、もう一回打っていこうかなと思います。ほとんどね減衰してるんで、カバーらしいカバーはないですけど、ワンチャン沈んでるものとかも若干あるんで、その辺ちょっと打っていきます。お、これ食ったんじゃないか。よし、食った。おいさっきと同じサイズだな。いや、もうちょっとサイズダウンですわ。あ、待って、ウィップが飛んでった。ウィップが飛んでったから回収し、はい、ありがとう。はい、ウィップ、ウィップ。よいしょ。サイズが上がらんぞ。ありがとう。ナイスファイトでしたね。やっぱりこのカバー際というか、いずれにしろ、まあ、いるのはいますね、あのサイズであれば。だから多分夏とか、その辺引きずってるやつとかも絶対カバー際にはいると思うんですね。まあ巻きの種類にもよると思うんですけど、なんかちょっとこういう釣りじゃないと口使わせれないっていう感じですかね。まあ沖に出てるんだったら沖に当てに行くんですけど、ちょっとしんどいですね、釣りするのもね。まあ、今の時期的にもやっぱ夏をこうね引きずって、徐々にこう秋っぽくなっていくみたいな感じだと思うんで、それならね沖を狙うのはちょっとしんどいんで、シャローに残ってるやつ、もしくは餌を取りに来てるやつ、まあ、もしかしたらなんかそういう沖のワーミングみたいなんとかすればいいやつ釣れるかもしれないですけど、慣れてないんでね。戻りますか。はい、移動してきましたが、ちょうどねここ多分雨が続くと、もう濁りがね、あれ今出てる茶色みたいな感じで、一式茶色になっちゃうともうお手上げなんですけど、今ちょうど出がけというか茶色ないがけなんで、で流量もね雨のおかげで増えてるんで、ワンチャンあるかなと思って、はい、ちょっととりあえず強気のセッティングでやってみようかなと思います。まあ夏っぽい感じではあるんですけど、まあワンチャンねまだわかんないんでってことで、とりあえずバンクフラッターからインレット流していきましょう。
まあ、前回来た時もすでにインレットの直下にいなかったんで、直下というよりは脇とか、まあ、ワンチャンあるかなとは思いますけど、ちょっとこれはトップを引いても物拾っちゃうんで、ちょっときついですね。ちょっとルアー変えますね。ジグストで、ああ微妙ですね。やっぱりインレット入ってないかな。ちょっとサーチ的なものに変えましょうか。ちょっとブルーシューター160、これでちょっとサーチしていこうかなと思います。まあ、直下はちょっと投げれないけど、この脇の辺とかね、いればチェイスがあるかも。ダメですね、全くチェイスなしですわ。まあやっぱインレット入ってないかな。水温測っとこうか。ちょっと測れるかな。あ、23度、これはもう完全に冷たいですね。まあ、一応最後ちょっとスピナベでも投げて移動しますか。はい、移動してきました。もうね、秋っぽい釣りがしたかったんですけど、行くとこ行くとこ人で入れなかったんで、結局ここいつものとこではあるんですけど、まあね、こんだけウィードがあって、今日ローライトでね、雨もまあ止んだんで、まあ、ワンチャンちょっとそういう釣りができるかなとは思いながら来てみました。とりあえずそうだな、この辺がなんかモジモジしてるんで、ピンスポットとりあえず根こりぐっていきますか。魚は見えないけど、ああでもなんか今までここのこのスポット魚がいたんですけど、全く魚影がないですね。かもしかするとこの雨で散ったかな。そんな予測が立てれるけど、まあでも分かんないですね。見えてないだけかレンジが下がってるのか、どっちかだと思うけど。あーでもいるな、何匹かいますね。そんな大きくはないけど30センチぐらい。魚は見えるけど全く食ってくれないな。無反応かい。ということでフロックやりましょう。フロックでもスカッターなんで、ちょっと巻き要素がね、横の動きに使えるんで、これでやってみましょう。よ、出た。ちっちゃいけど、いいですね。ローライトが効いてるかもしれません。これはダメですね。ちょっと雨が強くなって、ちょっとカッパ脱いだったんでピシャピシャになるのと、いまいちちょっと掴めないなって感じなんで移動します。はい、移動してまいりました。青子がすごかったところですね。さっき先行者の方がおられたんでちょっとスルーしたんですけど、まあ水温とかも見た感じ下がってるし散ってるだろうなと思うんですけど、さらい手なんで、まあ打てるとか打っていこうかなと思います。で最後に巻いていきます。はい、土砂降りですけどね、まあ、水の流れ変わったりとかすると思うんで、ね、いいと思います。スタート、こう小さいのが強いでしょうか。うわー飛んできたよ。ちっちゃ、このサイズか。よし、どうしましょう。こっちがなんか汚い水が溜まってるんだ。ほう、なるほど。よし、食った。あおあ、ちっちゃいな。めちゃくそちっちゃかった。当たりがコンでしたからね。でもあのヨレですね、ヨレというか
汚れ濁りの脇。よし、じゃあ巻きますか。レベルバイブで巻きましょう。これで散ります。上電線があるんでね、要注意ですね。ジャバロンみたいな引っかかってるんで。このあのスロープ沿いとかいいですね、地形変化なんで。よし、食った。あー結構でかかったくそー、キムが甘かった、油断してましたわ。あーくそ、今のまあまあサイズでしたね。やっぱりあのスロープの変化は良さそうだと言ったら出ましたわ。まあちょっと1本だけだったかな。よし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 、今度はバラさんの。よし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 、お、これまあまあいいんじゃないか。なんかでもバスかこれ。うわ、でっかでっか。ちょっと待って、これは取りたい。よしよしよし、オッケー、おいでこっち持ってくるか。オッケー、おいでこっちこっち、浅瀬おいで、よし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 、オッケー、おでっか、オッケー、やったぜ、シュー、出た、でかい、いいサイズ、グッドサイズじゃないですか。よし、レベルバイビッグ、やりました。オッケー、なんかちょっと出方が不思議だったっすけど、ちょっとね、認可が近いに静かにやってます。はい、よっしゃー、けー、よかった、もうギリギリですよ、ストップフィッシングギリギリで。ほい、やりましたよ、出ました。よいしょ、いい感じの色ですね、うん、よっしゃ、レベルバイビッグです、ヒットが。よっしゃ、オッケー、よかった、巻きですわ。なんか秋っぽい釣りできて嬉しいです。はい、ちょっと測ってみますかね。まあ多分40ちょいとかぐらいだと思うんですけど、一応ね、まあまあサイズ、クオリティなんで。OK、 ここで測りましょう。はい、じゃあここでね、ちょっと測らせてもらいましょう。長さあんまなさそうですね。はい、44.5 かな。はい、よし、いいサイズ、 OK、返してあげようと思います。ありがとうね。また遊んでください。よいしょ、よいしょ。バイバーイ。よっしゃ。OK。じゃあ帰ろうかな。ちょうど時間もいいぐらいなんで。はい。ではね、今回ね、4時間ぐらいかな、釣りして。はい。いろんなところちょっと状況を見ながら、まあ、待ってきたんですけれども。まあ、今日はね、特にやっぱ雨降って、ローライトで。気温も若干下がりかけなんで、まだ魚動けてるんですけど、ここから多分また進んだらどんどん魚散っちゃうんで、まあその釣り方がどうなるかなって感じですね。まあ見ていた感じ、まだこうカバーについてる夏の余韻を残したやつも多分いると思うし、でそうじゃなくてさっきみたいにね、まあこっち岸際だったんですけど、このね、今この護岸が入ってて、護岸が入ってブレイク、そこからこうなってるところみたいな、上をね通してたんですよ。そしたらそこでね食ってきました。さっきのこのスロープ沿いでも出るのも、まあ、同じような場所ですよね。やっぱりその闇雲に投げるというよりは、そういうラインに対してこうバイブレーションを当てていくみたいな釣り方がまあ一番いいんじゃないかなとは思います。はい、まあちょっとね、なかなかつかめない、はっきりこういう感じではないですけど、まあとりあえずいい魚取れたんで満足です。はい、じゃあ帰ろうと思います。またね、引き続きちょこちょこ行こうと思うんで、ぜひぜひ皆さんの釣果とかどんな感じとか教えていただけたらね、他の方も参考になるし、僕も参考になるし、はい、皆さんでぜひぜひ共有しましょう。はい、では今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。